こんにちは、玉置です。今回はトロピカルージュプリキュアのジャンボシールダスをコンプするまで回してきたので紹介したいと思います。これいつ発売だったのかちょっと把握してなかったんですけど、たまたま見つけたのでね、回してきました。それでまあこのシリーズはですね、コンプするまでといってもこう順番に出てくるので、まあ、4回回せば4種類全部出てくるということで、はい、4回回してきました。1回100円ですね。それでは見ていきたいと思います。まずはパッケージ確認というか、外のこうね巻いてある紙から見ていきます。こんな感じでトロピカルージュプリキュアのみんなが書かれてて、ちゃんとアイテムとかクルルンとかもいるんですね。うん、アイテムがこういうところにも散りばめられてて、うん、で裏面がラインナップですね。うん、1回100円。では1枚ずつ中を見ていきたいと思います。まずは1枚目、じゃん、こんな感じですね。うん、これが全員集合の大きいシールです。そしてこちらにお名前シールがあって、これも割と大きいみんながいるやつですね。キービジュアルのイラストかな。うん、あ、これかわいいな。これローラちゃんが大きく写ってるし、あ、これ結構好きかもしれない。そして一人一人のシールと、でここにも顔だけのバストアップのがあって、あ、これもちっちゃい感じで私服のみんながいる。これもかわいいな。うん、では2枚目です。じゃん、お、2枚目もこれとこれとこれが大きめのシールですね。これもキービジュアルですよね、みんな。うん、割と私もこの私服とローラちゃんが元気に遊んでるこのイラスト好きですね。そして一人一人のと、あ、クルルもちゃんといてね。でこっちは全身の一人一人のシールがあるんですね。うん、でここにバストアップの私服と、これも全員集合だけどなんか細長い感じで、で変身後のちっちゃいシールがいろいろと、うん、こんな感じですね。では3枚目、じゃん、こっちはあれだな、大きいシールは、あ、これがまあまあ大きいけど、まあそんな、こっちに比べるとそんな大きくなくて、これがメモができるシールか。うん、それでなんか中くらいのがいっぱいありますね。あ、この貝殻のも一応なんかシールになってますね。よし、こんな感じかな。4枚目、じゃん、4枚目もこれがお名前シールで、これがまあまあ大きめだけどこっちよりはちっちゃいかな。でメモのシールとキービジュアルがねちょっとちっちゃめだけどあります。で個人個人のがこんな感じで、うん、ちっちゃいシールも割と散りばめられてて、うん、こんな感じかな。ねえ、みんな可愛いですけど、個人的にはお名前シールとかあんまり使わないから、これが一番好きかな。大きいシールがあって、それぞれの、ね、シールがあって、クルルもちゃんといて。うん、このね、全身のとか結構私好きですね。うん。うん、このシリーズは、ね、100円でこう大きいねシールが出てくるし、でね順番に出てきてくれるのでコンプリートもねしやすいと思うので、私は好きなシリーズかな。うん、実はねこれ4回回してこのね4枚を揃えてそこで終わろうと思ってたんですけど、私が回した機械がですね、なんだろう、不具合というか多分設定なのかな、がちょっとね緩いのかな、強いのかな、ちょっとわかんないんですけど、うん、なんかね回すとね2枚ずつ出てくるんですよなのでちょっとね4回は回したんですけど2枚ずつ出てきちゃったので、実はねもう1セットあるんですちょっと保存用と使用用で、まあね2枚ずついいかなと思いながら、はい、ということでジャンボシールダスのご紹介でした。
見てくださってありがとうございます。またよろしくお願いいたします。バイバイ。